世界中が驚いた昭和天皇が崩御直前に残した最後のメッセージとは。皆さんは戦後の日本における昭和天皇と日本国民の素敵な絆をご存知でしょうか。敗戦直後、無力感に包まれていた日本国民を慰め、励ますために、昭和天皇は日本全国を巡る全国巡行を始めました。総移動距離は約33,000km にも上り、8年半をかけて46都道府県を訪問したのです。そして、その様子は記録映画にもなり、世界中で紹介されました。すると、昭和天皇と日本国民が引き起こした衝撃的な内容に、世界中の人々が驚愕し、敬意を抱いたのです。そんな昭和天皇でも、残念ながら沖縄だけは訪問することができませんでした。当時、アメリカの占領下であった沖縄に行くことは困難だったのです。しかし、昭和天皇の沖縄に対する思いは、崩御直前に残された言葉に現れていました。今回は昭和天皇の崩御直前に残されたお言葉と、その思いを引き継いだ上皇様の行動についてご紹介します。終戦直後、昭和天皇はこの戦争により先祖から受け継いできた領土を失った、そして国民の多くの生命を失い、たくさんの災厄を受けた。この際私としてはどうすればよいのかと考え、また退位も考えた。しかしよく考えた末、全国を隅なく歩いて国民を慰め、励まし、そして復興のために立ち上がらせるための勇気を与えることが自分の責任だと思う、とおっしゃり全国巡行を始めました。区内では昭和天皇の健康を心配する声もありましたが、昭和天皇の意志は固く、全国巡行を決行することになったのです。とはいえ、その道のりは平坦なものではありませんでした。戦後直後といえば、もちろん現代と違いインフラは整っておらず、あらゆるものが破壊されていた時代です。そんな状況の中、全国巡行を開始した昭和天皇は、宿の用意もままならないため、列車や学校の教室に泊まることもあったのだとか。しかし、昭和天皇は文句一つ言うことはなく、戦災の国民のことを考えれば、何でもない。10日間くらい風呂に入らなくとも良い、とおっしゃっていたそうです。そして、1946年2月15日、昭和天皇は昭和電工川崎工場から、全国巡行を始めました。ある時は、浅間山の初雪の中を、2km も歩いて、開拓村の人々を慰めたり、ある時は、気温40度を超える、常磐炭鉱の地下450メートルで働く、工夫たちを励ましたりと、最初に決意した通りに、全国を隅なく歩き回ったのです。そして、行く先々で会った一人に、生活の状態はどうですか？食べ物はありますか？家はありますか？と尋ねていたそうです。これを聞いた人々は、宮中で安楽な生活をされていたら、こんなに身近な質問はされないだろうと、親しみを感じ、涙を流す者も多かったのです。そして、昭和天皇は、戦争で家族を失った者がいれば、一緒に涙を流して寄り添い、広島では、原爆被害に遭った、戦災孤児の痛々しい体を見ながら、目頭を押さえていたとも言います。また、復興のために、汗水流して働く人々を見ては感動し、全国各地で歌を詠みました。島根県のある村を訪れた際には、二人の息子を亡くしながらも懸命に生き、村の若者たちに助けられながら、農作業を続けている老夫婦に心を打たれ、老人を若北ごらの、足す相手、勤しむ姿、尊しとみし、という歌を詠まれたのです。昭和天皇が、国民一人一人に向き合い、心の底から国民に寄り添っていることが、とても伝わってきますね。こうして、昭和天皇が移動した距離は、8年半で、33,000km、総日数は、165日にもなったのです。そして、1988年9月、昭和天皇は、病床に着きました。すると、全国の御幣祈願所に、約900万人の人が記帳に訪れたのです。これだけ多くの国民が駆けつけたということからも、全国巡行で、たくさんの人々が勇気づけられたことが伺えますね。昭和天皇が全国巡行を始められた時、占領軍総司令部の高官たちの間では、裕仁、昭和天皇は旅行先で石の一つでも投げられればいいんだ。
博仁が40歳を過ぎた猫背の小男ということを日本国民に知らしめてやる必要がある。博仁は神様ではなく人間だということを日本国民に分からせた方がいい。それが生きた民主主義の教育というものだ、という声が多く上がっていました。占領軍のトップであったマッカーサーは昭和天皇のお人柄に心酔していましたが、占領軍の中では天皇制を廃止すべきと思っている者たちも多かったそうです。そのため天皇制を廃止すべきと思っていた人たちは今回の巡行で国民たちが天皇に幻滅することを期待していたのです。しかしその結果は期待を裏切るものとなりました。8年半をかけて46都道府県を訪問した昭和天皇は各地で数万人の群衆に出迎えられ、どの地でも歓迎されており、石を投げる者など誰一人もいなかったのです。一番被害の大きかった広島の爆心地でさえも誰一人天皇陛下を恨む者がいないことに占領軍は驚愕したそうです。実は昭和天皇の巡行を冷ややかな目で見ていたのは占領軍だけではありませんでした。共産主義国もまたこの巡行を利用してやろうと思っていたのです。彼らはシベリア抑留中に徹底的に洗脳した日本兵を日本の共産革命のトッペイとして引き上げ者の中に紛れ込ませていました。この巡行で天皇陛下に暴力を使ってでも戦争責任を認めさせ、それを革命の起爆剤にしようと待ち構えていたのです。しかし昭和天皇は引き上げ者たちに対し深々と頭を下げ、長い間遠い外国で苦労してとても大変だったであろうと優しいお言葉をかけていきました。すると昭和天皇のお人柄と国民に対する深い愛情を理解した引き上げ者の青年は、苦しんでいるのは自分だけではない、昭和天皇も苦しんでおられたのだ、こんなはずではなかった、俺が間違っていたのだと言って泣き出したと言います。そんな風に泣きじゃくる青年に対し昭和天皇はうなずきながら微笑みかけたのです。こうして昭和天皇は占領軍や共産主義国の思惑を裏切り、日本国民たちを励ましながら巡行していきました。一人一人が抱えていた悲しみや苦しみに対して昭和天皇が涙を流し寄り添ってくれた時に、日本国民は自分たちの気持ちを分かち合ってくれたと感じ、そこから全ての人が手を取り合い共に頑張っていこうという思いが芽生えていったのではないでしょうか。このようなことから昭和天皇の全国巡行が復興のエネルギーを生んだと言っても過言ではありませんね。そしてこうした昭和天皇のご様子は記録映画として撮影され、世界中で紹介されたのです。世界中では昭和天皇のお人柄と敗戦後も天皇を歓迎する日本国民たちに衝撃を受けました。当時のイギリスでは日本は敗戦しアメリカ軍隊に占領されているが、天皇の聖望は全く衰えていない。そして各地の巡行で国民たちは天皇に対し超人的な存在に対するように敬礼したのだ。何もかもが破壊された日本の社会では天皇が唯一の安定点となっていると報道していたそうです。第一次世界大戦と第二次世界大戦を経て世界中の為政者たちが目まぐるしく変わっていく中、日本のこの光景は世界中から見てとても信じがたいものだったのです。ドイツのボン大学教授であるオットー・カロン氏は、次女である天皇と真実で私の国のカイゼル殿下もまた生前中は神のように慕われていたヒトラーもイタリアのムッソリーニも戦いに負けたらそのまま残ることはできなかった、制裁を受け亡くなるか海外に逃げて寂しく亡くなっている、だから日本の天皇も海外へ亡命すると思っていた、しかしそんなことはなかった、だからすでにこの世におられないのではと思っていた。ところが最近日本から来た記録映画を見て驚いたんだ。それは天皇が戦争で破壊された町や焼け跡をめぐっていた姿だった。しかも長い間北の端から南の端まで破壊され焼き払われた廃墟をめぐって国民を慰めておられた。陸軍も海軍もすでに解体されており、一兵の守りもなかったのに無防備の姿でめぐっておられた。平穏無事な時でも一国の主権者が自分の国をめぐられる時には厳重な守りがされている。それでも暗殺されてしまう君主や大統領はいる。
それなのに、一切の守りもなく、権力や兵力の守りもない天皇が、日本の北から南まで、破壊され焼き払われた廃墟をめぐっていた、国民を慰めるためだとはいえ、なんと命知らずの、大胆なやり方であろうかと驚愕した。そして、いつ国民から攻撃されるのかと思いながら見ていた。しかし驚いたことに、国民は日の丸の小旗を持ち、振りながら天皇を慰めていたのだ。こんなにも美しい国の君主と、国民の心からの親しみ、心と心の結びは、これはどこにも見られないことである。我々は改めて日本を見直し、日本人を尊敬しなければならないと思った、と述べていました。しかし、そんな天皇でも沖縄を訪問することはできませんでした。今の世代はあまりピンとこないかもしれませんが、戦後から25年以上にわたって沖縄はアメリカの占領下に置かれていたのです。そして1972年、沖縄が正式に日本に返還されました。しかし、今でも沖縄には米軍基地などがあり、その名残は消えていません。昭和天皇は当時アメリカの占領下であった沖縄を訪問したいと考えていました。ところが、その願いが聞き入れられることはなかったのです。一般人ならともかく、日本の象徴である天皇がアメリカが支配している場所を訪れるのは、政治的な問題が発生するためです。さらに、沖縄に住んでいる日本人からも反発される恐れがありました。沖縄といえば、終戦間際に連合軍が上陸し、激しい戦闘が行われた場所です。数万人の一般住民が亡くなり、沖縄に派遣された兵士たちを含めると、亡くなられた人の数は、もっと膨れ上がります。そんな人々は、家族を失った責任を昭和天皇にぶつけ、恨みを募らせている人も多いと思われていたのです。しかし、昭和天皇は沖縄に対する思いを強く持っており、沖縄を訪問したい、と、たびたびおっしゃっていたそうです。それから月日が流れ、戦争の傷も癒えてきた。1987年、ようやく昭和天皇による沖縄訪問が現実味を帯びてきました。しかし、この時、昭和天皇は86歳であり、体力的に、これが最初で最後の機会だろうという状況だったのです。そして、昭和天皇は会見にて、念願の沖縄訪問が実現することになったならば、戦没者の霊を慰め、長年の沖縄県民の苦労をねぎらいたい、とおっしゃられていました。しかし、会見からしばらくして、昭和天皇は体調を崩してしまったのです。一日に何度も嘔吐する症状が続き、体重は日に日に減っていきました。そして、病院で腸閉塞と診断され、手術を要する状況になったのです。無事に手術は成功したものの、昭和天皇の体調が万全に回復することはありませんでした。吐血を繰り返し、沖縄を訪問するどころの話ではない日々が続いたのです。そして、1989年1月7日、昭和天皇は崩御されました。G の証言によると、病床で寝たきりの状態だった昭和天皇がある日、もうダメか、とつぶやいたことがあったそうです。G は昭和天皇のお体のことかと思ったそうですが、実は違いました。昭和天皇は沖縄訪問はもうダメなのか、と聞いてきたというのです。亡くなる間際でも昭和天皇は沖縄に行くことを望んでいました。それは天皇として自分が行かねばならないという責任感があったからではないでしょうか。時代は平成に変わり、昭和天皇のご子息であられる上皇様がその意思を継ぎました。そして1993年、上皇様は歴代天皇で初めて沖縄訪問を実現させたのです。戦没者遺族を伴ったスピーチの場では、原稿を用意することなく、一人一人に語りかけていました。そして、公の言葉として、戦争では実に多くの命が失われていました。中でも、沖縄県が戦場となり、住民を焚き込んでしまう地上戦が行われ、20万人の人々が犠牲になったことに対し、言葉に表せないものを感じます。ここに深く哀悼の意を表します、とおっしゃっていました。上皇様が沖縄で戦没者に深々と哀悼の意を示す様子を現地にいた人々は涙ながらに聞いていたそうです。もちろん中には厳しい表情で上皇様のお話を聞いていた人もいました。前述でも触れた通り、戦争の責任が昭和天皇にあると考えていた人たちです。
しかし、そんな人たちも、上皇様の会見後には、長い間、ご苦労様でしたというお言葉をもらい、満足しています。なぜか泣けて、言葉になりませんでした。沖縄のことを愛しているのだろうなという気持ちが、込み上げてきました。と語っていました。上皇様のお言葉は、昭和天皇に代わり、戦後から長く続いた、沖縄県民のわだかまりを溶かしていったのです。こうして昭和天皇から始まった全国巡行は上皇様の行動により一区切りがつきました。しかし上皇様の沖縄訪問ではトラブルがなかったわけではありません。上皇様が沖縄訪問を実現させた際、道中では度重なる事件が起きていたのです。那覇空港から本島南部にある糸満市に入って数分後のこと、道路の傍らにあった病院から十数本のガラス瓶やスパナ、石などが車列に向かって投げられました。この犯行は左翼系過激派に属する活動家によるものだったのです。彼らはわざわざ病院に偽装入院して沖縄を訪問していた上皇様を狙っていました。幸い上皇様の乗った車に当たることはなく、犯人はすぐに逮捕されたものの、上皇様の苦難はまだ続きます。それは上皇様が献花のため慰霊碑であるひめゆりの塔を訪れた時のこと。近くの穴に潜んでいた活動家が上皇様の足元を狙って火炎瓶を投げつけたのです。火炎瓶は献花台近くの柵に命中し、高い火柱が上がりました。幸い上皇様に怪我はなかったものの、現場は大混乱に陥ります。他にも隠れていた活動家がいた場合、護衛の警官たちも上皇様の身の安全が保証できない事態になりました。しかし上皇様は大量の煙を浴びたのにもかかわらず、予定を変えることはしなかったのです。そして上皇様は着替えることもせず、そのまま次の慰霊地へと向かいました。そのお姿には昭和天皇から受け継いだ強い思いがあったのです。それは上皇様が沖縄を訪問する前に石ぐらい投げられたとしてもいい。そうしたことを恐れずに県民の中に入っていきたいのだ、とおっしゃられていました。実際は石よりも危険なものを何度も投げられる事態となりましたが、このようなことを恐れずに上皇様は沖縄訪問を成し遂げられたのです。上皇様からは自分の身を顧みず国民に寄り添おうとしてくれた強い思いを感じます。その行動は昭和天皇から引き継いだ強い思いがあるのではないでしょうか。今回ご紹介したことについて海外から多くの声が寄せられているので、その一部をご紹介します。昭和天皇は偉大な君主だったと思う。天寿を全うされるまで責任を果たし続けていたんだね。とても感動したよ。過去は過去だよ。戦後の苦しい時期でも希望を持ち勤勉に働いた日本人がいたからこそ、様々なブランドが世界のマーケットを支配するようになったんだ。昭和天皇はとても善良で純粋な人だったのが伝わってきた。今やこれからの日本の発展と安全な生活は昭和天皇の人徳の上に築かれているのではと思った。昭和天皇は天皇の中で一番苦労した人ではないだろうか。たくさん苦労したから誰よりも優しい心を持ち、誰よりも国民に寄り添うことができたのだと思う。昭和天皇は敗戦後、私は神ではないと人間宣言していた。でも心は神だったね。そしてどこまでも国民が平和に生きられるようにと願いながら、感謝の心を忘れずに生きた昭和天皇に敬愛の気持ちを抱くよ。昭和天皇の最大の宝は国民であった。そんな風に思っていた昭和天皇を君主に持っている日本人はとても幸せだね。日本国民は日本人であることを誇りに思って生きてほしい。昭和天皇による全国巡行は間違いなく復興のエネルギーになったと思う、といった声がたくさん寄せられました。昭和天皇の国民を思う気持ちが時代と国境を越えて今でも評価されているのは、私たち日本人としても誇らしいことであり、嬉しい気持ちになりますね。そして昭和天皇はかつて自分の命よりも国民の命を救ってくれとマッカーサーに嘆願しています。そのお姿を間近で見てこられた上皇様にも同じ思いがあったのではないでしょうか。沖縄訪問を通じて上皇様は、天皇とは国民のために祈り、国民と同じ目線で世の中を見る存在なのだ、とおっしゃっていました。時代が平成から令和へと変わった今、
その思いは今上天皇へと受け継がれています。戦争を知る者がいなくなりつつある現代の日本ですが、歴代の天皇と国民が受け継いできた思いを私たちも次の世代に伝えていきたいですね。世界中が絶句した昭和天皇が生活していた住居。皆さんは天皇がこんなところに住むなんてと世界中で話題になったのをご存知でしょうか。9年前、昭和天皇が生活をしていた住居の写真が宮内庁より公開されました。そして世界中で大きな話題になったのです。さらにその住居と合わせて公開されたエピソードに世界中が騒然としました。世界中の人々はなぜそこまで驚いたのでしょうか。今回は世界中の人々が驚いた昭和天皇の住居と合わせて公開されたエピソードについてご紹介します。2015年、昭和天皇が過ごされた住居の一室が約70年ぶりに公開されました。公開されたその写真は、戦時中から戦後にかけて昭和天皇が住まわれた住居だったのですが、衝撃的な状態に世界中が驚愕したのです。その写真が公開され、海外では日本の天皇がこんな場所に住んでいたわけがないだろう、といった声が上がり、このニュースはフェイクではないのか、といった話題も出ました。この写真が公開されてから、日本国内はもちろん、世界中でも真実だと思われなかったほど、衝撃的な住まいだったのです。しかし、宮内庁から公表されたことが確認され、実際に昭和天皇が住んでいたことが事実であると証明されました。その住まいの写真は、戦後70年という時を経て、一般に公開されたのですが、皇居と呼ぶには、信じられないものだったのです。その写真には床が抜け落ち、壁という壁は地下の湿気で崩れ落ちて原型をとどめていない一室が映し出されていました。地下室であるため湿度も高く、夏場にはむせ返り、冬には寒さで凍えそうな環境であることが容易に想像できるような場所だったのです。あまりにもみすぼらしい部屋が昭和天皇が過ごされた部屋として公開され、国のトップが過ごすような場所ではないと世界中で取り上げられ報道されました。決して綺麗とは言えない写真に写っているみすぼらしい住居は、皇居の地下にあったお文庫付属庫という部屋です。お文庫付属庫とは、第二次世界大戦中に皇居吹上御苑内に造営された防空壕でした。主に昭和天皇を含めた皇族の方々の防空施設として作られたものだったのです。地中深くに掘られており、安全性は確たるものでした。しかし、日本の土壌的な問題から、かなりの湿気を帯びるため、息が詰まるような部屋だったのです。そして、第二次世界大戦末期、戦争が激しくなり、いよいよ日本本土にまで、米軍の戦闘機が襲来してきます。爆撃の危険性がとても高まった時、やむを得ず、お文庫付属庫へ、昭和天皇の身をお隠しになりました。いつ空爆されるかわからなく、とてつもない不安に襲われる中、昭和天皇は、国民を置いて自分だけが、おめおめと逃げるわけにはいかぬ、とおっしゃり、ギリギリまで昭和天皇は、防空壕へ避難することはせず、最後まで疎開することもしなかったのです。そして、1945年3月10日未明、日本に大きな爪痕を残した、東京大空襲が発生しました。東京の空には多くの B-29 が襲来し、街を炎の海と変えていったのです。東京の街を取り囲むように爆弾を落とします。そして春の風に乗って火が回るように焼夷弾が落とされたのです。都民たちは逃げ場をなくし、わずか2時間の間で約10万人の命が犠牲になりました。被災者は100万人を超え、つつましい生活を送っていた人たちの日常を奪っていったのです。もちろん、皇居も被害を受けました。当時、米軍の作戦では、皇居を狙う予定ではなかったそうですが、春の風の流れや、入り乱れる戦闘の中、爆弾を避けて落とすことはできなかったそうです。皇居では、明治宮殿をはじめとする27棟が全焼しました。そして、この旨が昭和天皇へ伝えられると、そうか、燃えたのか、これでやっと国民と同じになったな、と目を閉じて静かに涙を流したと言います。住まいを失った昭和天皇は防空壕で暮らし始めました。戦術した通り、昭和天皇が暮らしていた防空壕は地下深くに掘られたお文庫付属庫であり、
水が染み出し、水滴がポタポタと落ちていたそうです。スーツを吊るしておくと、1日2日で絞れるほどの水を含んだと言います。呼吸するのにも、体力を使うような湿気がまとわりつく部屋でした。侍従の者が、天皇陛下を、こんな劣悪な環境の場所に住まわせてはいけない。すぐにでも、違う場所へ、と、御所の心臓を何度も提言しました。しかし、昭和天皇は、首を横に振り続けたのです。そして、昭和天皇は、国民には住む家のない人もいる。だが、私にはこれだけのものがあるのだから、新しい住まいなど不要だ。と、侍従からの提言に、聞く耳さえも持たなかったのです。さらに、お文庫付属庫の中で、玉音放送の録音を行い、その玉音放送を聞いていました。そして、そこから日本は、復興へ向けて歩み始めたのです。日本は終戦を迎えた後、とても速い速度で復興が始まり、ものすごい速度で、日本の高度成長期へと突入していきました。国内では、自動車が走るようになり、テレビ放送に向けて、東京タワーの建設も始まったのです。国民が戦争の傷を背負いながらも懸命に前を向き、日本が豊かな国になることを夢見て突き進んでいました。そんな中でも、昭和天皇は、お文庫付属庫から、住まいを移そうとしなかったのです。明仁親王現在の上皇陛下が、昭和天皇の住居についてご提言された際も、昭和天皇は、まだまだ戦争で傷ついた国民は多くいる。私は国民に寄り添いたいのだ。だから、新居には移らない、とおっしゃっていたそうです。そうして、東京タワーの建設が終わり、国民が希望に胸を膨らませている中や、現在の上皇様と上皇后様がご結婚され、日本中が祝福ムードで包まれている時も、昭和天皇はお文庫付属庫に住み続けていました。そして、その傍らには、香淳皇后が常にお座りになっており、お上のお好きなように、と笑顔で昭和天皇の意思に寄り添い続け、お二人でお文庫付属庫に住み続けていたのです。そして、日本が高度成長期に突入した様子を見届けたお二人は、新居の建設を承諾しました。こうして、昭和天皇と香淳皇后は、新しい皇居へと移り住むことを決意したのです。しかしお二人は、何度も宮内庁へ建設費用を抑えるように伝え、過度の装飾や、過剰すぎる設備は不要であると、言い続けられていたそうです。そして、1961年、新居が出来上がりました。お二人は新たに建てられた、吹上御所に移られたのです。現在の上皇上皇后両陛下が、ご結婚なさってから2年、東京タワーが開業してから3年、終戦から16年経った時の出来事でした。そして、新しい住居に移り住む際、昭和天皇は、一言、こんな良い家に住めるようになったのも、すべて国民のおかげだ、と感慨深く、つぶやいたと言います。こうしてお文庫付属庫は、昭和天皇の住居という大役を務め終えました。このお文庫付属庫は、昭和天皇が戦時中に過ごした場所でありながらも、使われなくなった後も、しばらく公開されることはありませんでした。お文庫付属庫の存在は、長い間秘密とされていたのです。しかし、戦後70年の節目として、2015年8月1日に公開されました。こうして、写真が初めて世に出たのです。しかし、海外の人々からは、この住居に、昭和天皇が本当に住んでいたのか、と疑問視する声が多く上がりました。そして同時に、言葉にならなかったとも言います。今でこそ、世界中の人々から評価されている天皇家が、このような住まいに、自ら望んで住んでいたという事実に、もっと良い部屋で、良い暮らしをしているものだと思っていた。実際は、とても質素に暮らしているのに驚いた。さすが昭和天皇だと思ったよ。ここが日本を背負っていたものの住居だなんて、信じられない。しかも、自ら望んで住んでいたなんて、驚きを隠せないね。日本の天皇は、器が違う。と、世界中の人々が驚き、畏敬に近い反応を示していました。そして、世界各国を見てみると、たくさんの王朝や権力、統治者たちが消えては、現れを繰り返しています。そのほとんどは、武力や暴力によるものであり、多くの犠牲者が出たのです。倒された者たちは、血族の全員が、この世から葬られたという例も多くあります。その大きな要因は、支配と私益という関係性が、その国の在り方だったからだと言えるでしょう。
現在の世界情勢を見てもまだまだ見られる考え方といっても過言ではありません。そして権力者は豪勢な家に住み豪勢な装いをし、それをもって権力者とするという考えを持ち、国民は統治者の支配下の駒であるという考え方が大半の国だったのです。国王や皇帝は自分の権力を求め国を支配し、国民からは搾取し続けていました。そして憎しみを抱いた者が政権を奪い、多大なる犠牲を生み出しながらも新たな政権や王朝を建てるということを繰り返してきたのです。このようなことは過去だけでなく、ミャンマーやアフリカ各国では現在も同じようなことが続いています。しかし日本の天皇だけは違ったのです。日本の天皇は世界で唯一国民を大御宝としてきました。建国の理念のもと、天皇陛下が国民を我が子のように慈しみ、国民に思いやりを持ってきたのです。だからこそ神話時代から今日まで一系の皇室が126代も続いているのではないでしょうか。さらには昭和天皇をはじめとした質素倹約を徹底的に教育係から叩き込まれていることも有名ですね。そのため天皇家は必要以上の過度な装飾を嫌うそうです。有名なエピソードとしては、教育係だった乃木学習委員長が穴の開いている服を着てはいけない、しかし次の当たった服を着るのはちっとも恥ずべきことではないとお話しされていたことから、昭和天皇は穴の開いた服には次を当てておくれと侍女におっしゃられ、塩ビ服用のオーバー一着のみを継ぎはぎしながら18年も着続けたというのは有名な話です。ちなみに学生服も同じように継ぎはぎだらけになっていたそうです。そしてこの制服は学習院大学資料館に残されています。他にもボロボロのスリッパを履き続けており、国民が大変な生活をしているのだから日常生活用品はこの程度で良いのだとおっしゃられ、新しいスリッパを渡されても履き替えなかったのです。そして昭和天皇はお文庫付属庫でも穴の開いたスリッパを履き続けました。いよいよスリッパが履けなくなった時、ようやく新しいものへ履き替えたそうです。さらにご自身から何かを望まれるということはなかったと言われており、それは食べ物に関しても同様でした。終戦後の1950年頃、昭和天皇が食べる食事に関して侍従が提言したところ、昭和天皇は私のためにお金をかけることはやめてくれ、困っている国民も多い時代なのだからその点をよく考えてくださいと侍従をたしなめたそうです。ただ唯一の好物であったお茶漬けだけは毎回おかわりを希望されていたのだとか。そして終戦からだいぶ時間が経ったのに食事にすら無力であることを心配した侍従の一人が、もっと食べたいものはないのですか、もっとたくさん食べてくださいと話すと、昭和天皇はでは大盛りにしてくださいと茶目っ気のある穏やかな笑顔で答えられたといいます。このことから昭和天皇はつつましやかな精神をお持ちの方だったということが伝わってきますね。そしてこの精神は昭和天皇から現在の上皇様金城天皇にも脈々と受け継がれています。今回お文庫付属庫の写真が公開され、昭和天皇皇后両陛下は極めてつつましく、国際的にも類を見ないほど質素であることが改めて注目を浴びました。さらにはあるトルコ人の方が天皇陛下の執務室に関する写真を投稿し、またもや注目されたのです。それは天皇陛下のシンプルな執務室の写真でした。世界各国の王族や首相の執務室というのは外交的な意味も相まってとても豪華で華やかに作られていることが多いのです。この写真の投稿主であるトルコ人の方は、トルコ政治にまつわる執務室や応接間などを自国と日本を比較して紹介していました。そしてその投稿を見た世界中の人々が、各国とあまりにも違いすぎる日本の内装を見て驚きを隠せなかったのです。世界各国では華やかに飾るという行為が国や王族にとっての威厳だと考えるからではないでしょうか。そのためきらびやかであればあるほど国が豊かである、または権力を持っているといった物質的な面での豊かさが基準となってしまっているのです。
しかし日本は豊かになるほど物質に執着しないといった考えや、執着を手放すという考えを大切にしてきました。そして、貴賓さや心の豊かさを象徴するように、きらびやかとは、かけ離れた装いに変わっていったのです。そして公開された天皇陛下の執務室には、余分な装飾物はなく、明るい雰囲気を持ちながらもシンプルであり、貴賓を感じることのできる空間でした。その空間は、高貴と表現されるほどだったのです。現代の世界では、価値観の大きな変化が起こっていると言っても、過言ではなく、物の豊かさよりも、心の豊かさの方が大切であると、世界中の人々が気づき始めています。そのため、日本の天皇陛下の執務室が、とても洗練された高貴な空間として、高い評価を得たのです。そして、天皇陛下が、日々執務室で行われているお仕事の中には、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命することや、内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命すること、国会を召集すること、法律や条約を公布すること、栄典を授与すること、大使の信任状を認証することなど、多くのことが含まれています。各閣議決定の書類は、毎回閣議の終了後に、天皇陛下のお手元に届けられ、天皇陛下は、すべてご覧になられた上で、ご署名やご印鑑を行っているのです。そして、この件数は、年間1000件以上になるとも言います。皇帝でありながら、非常にシンプルな内装の執務室をお使いになっておられる、天皇陛下、そのお姿は、世界中の人々に、自国との大きな違いを見せました。そして、このつつましやかな精神は、もちろん愛子様にも受け継がれています。愛子さまは、ご自身のティアラ制作をご辞退し、一般人が着るような、GU のワンピースを着用しており、過度な装飾をされることはありません。このようなことから、とてもつつましく、国民に寄り添うという皇族の精神を受け継いでいることが伝わってきますね。日本はこのように、宝飾品で飾り立てることはせず、魂の美しさや、洗礼された精神を大切にしてきました。必ずしも物質的な豊かさが権力とは言えないという世界とは全く違う考えを持つ日本、それが日本の魂とも言えるのではないでしょうか。物があっても精神的に熟していないのであれば高貴とは言えないという天皇ご一家の考えが伝わってきますね。そしてその精神の美しさが2000年にもわたり国民に愛され続ける秘訣と言っても過言ではないと思います。70年の時を経て公開された昭和天皇が長年にわたり過ごされたお文庫附属庫をはじめに、なぜ世界最古の皇族がそれほどまで長い歴史を刻むことができたのか、感じることのできる出来事でしたね。今回ご紹介したことについて海外から多くの声が寄せられているので、その一部をご紹介します。こんな国民思いの君主を持っている日本人はとても幸せだね。これこそが日本の皇室が2000年以上続いている理由なんだろうな。昭和天皇はとても優しい方だね。国民を思いやる心をどこの国の君主より持っている。そしてその思いを受け継いできた日本の天皇も素晴らしいね。湿度の高い場所が住居だったなんてとても信じられないよ。健康にも精神的にも辛くなりそうだ。そんな場所に住み続けた昭和天皇はもちろん、昭和天皇に寄り添い続けた香淳皇后も素晴らしい人柄だったのが伝わってくるね。このお文庫附属庫の写真やトルコ人の方の投稿を見て初めて知ったことばかりだったよ。感動して涙が出たね。日本人が昭和天皇は荒人神だと言っていた理由がわかったよ。昭和天皇は日本人の誇りそのものだ。このようなお方だからこそ国民は昭和天皇を敬愛していたんだね。世界中の君主は昭和天皇を尊敬するべきだ。昭和天皇も素敵だが、何よりお上のお好きなようにとおっしゃられて、苦楽を共にしてきた奥様がいたから、昭和天皇はとても幸せだったのでは、と思ったよ。昭和天皇は歴代天皇の中で最も苦労した天皇だからこそ、誰よりもつつましい心を持ち、誰よりも国民に寄り添っていたんだね。という昭和天皇や香淳皇后を称賛する声が多く寄せられたのです。終戦後日本はとても苦しい中を生き抜いて高度成長期を迎えました。そのため海外の人たちは日本が他国と全く違う価値基準を持っていることに驚愕したのです。
ものに執着し、権力を振りかざすのではなく、心の洗練さが何よりも大切であるという精神を忘れずに、次の世代へ受け継いでいきたいですね。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。